はい、オスオラ限界保守ということでですね、はい、どうも闇のクマさんでございます。今日のニュースはこちらでございます。はい、古谷恒平、たった一人のネトウヨにボコボコにされて、ごめんねごめんねってご機嫌を取りながら逃走というですね、そういうお話でございます。古谷さんご存知ですか？モップです、モップ。頭にね、モップを乗っけてですね、薄い言論でですね、テレビでいつもボコボコにされてるですね、サンドバッグみたいなこの方なんですけれども、こちらがですね、今度ネットの中でですね、またサンドバッグにされましたというお話なんだよね。これね、取り上げどうかどうか悩んだんですよ。これね、相手がね、カイラギさんなんだよね。また偉いとこに噛みつくな、古谷くん。なあ、お前カイラギさんに勝てると思ったのか、お前バカじゃないなと思う。そういう話なんだけど、ね、カイラギさんもですね、これね、喧嘩になってないんですよ、全然。相手にならなかったんですよ。でも最終的にね、カイラギさんのご機嫌を取りながらですね、いや、まあ、同じ星なんだから、そんなこと言わないで、これからも日本のために頑張りましょうね、じゃあね、バイバイっつってですね、逃げていってしまったんですね。だからね、全然喧嘩にもなってないし、カイラギさんもですね、途中からもう呆れ返ってて、ほんとね、もう文章から皆さん読み取れましたよね、知ってる方は。まあ、後でこの文章どんな流れか全部読んでいくけれども、ね、もう呆れ返ってて、もう喧嘩になってないからですね、取り上げるのどうかなと、もうカイラギさんもですね、しばらくお休みに入るということですし、これを見ていたね、我々のニコネーもですね、もうしばらくツイートやめる、こんなもう不愉快だわみたいな感じになってるから、もう取り上げるのやめようかなと思ったんだけれども、やっぱあえて取り上げることにしました。なぜかというとですね、これがですね、マスコミでですね、偉そうに喋ってるコメンテーターの正体なんだよ。コメンテーターってこの程度なんだよね。テレビで偉そうに喋ってるコメンテーターってこんな程度なんだよ。たった一人の一般人にボコボコに打ち負かされる程度のことしか主張してないんですよ。だから俺は気づいてほしくてね、自民党の党員、おい、多くの自民党の党員、テレビしか見てない自民党の党員、ね、コメンテーターということは、はあ、なるほどね、そういうことなのね、ってですね、何もかも自分で思考せずにですね、テレビのコメンテーターのことをですね、信じてしまっている自民党の党員。な、テレビで偉そうに喋ってる奴らっていうのは、ネトウヨ、ネトウヨって言われてる、たった一人のネトウヨのおじさんにですね、もう全く勝てず逃げていく。これがですね、もうテレビに出てるね、コメンテーターの正体なんだよっていうことを僕のアーカイブに残したくてですね、もうあえて、これ残そうかなと思うことにしました、いることにしました。で、これね、ざっくりとですね、何があったのかまず先に伝えておくとですね、この古谷くんがですね、なんかおかしなコラムをですね、ネットに載っけたんですよ。で、この内容っていうのがですね、高市早苗さん、今回ですね、残念ながら3位に落ちました、3位でですね、終わりましたけれども、高市早苗がですね、自民党総裁選に負けたのはですね、このネトウヨのアホどもが騒ぎまくってですね、それを見た一般人がですね、ああ、こんなネトウヨの方に味方をされているなんて、なんだか怖いわ、と、なんだか怖いわ、高市早苗さん、票を入れるのやめようかしらっていう人間が増えたからだっていうですね、もう根も葉もない誹謗中傷の記事をこれ乗っけやがったんですよ。で、その誹謗中傷の中でですね、ある意味ですね、この一番ですね、この河野さんにとってですね、やばかった、日本男子の問題ですね、簡単に言うってことですね、河野太郎さん、今回総裁選候補で出てましたよね。河野太郎さんのですね、弟さんが経営する会社がやばかった。もう中国でゴリゴリ利益を上げていて、もう中国がなかったらこの会社はもうやっていけ、立ち行かないんじゃないのかしらっていうような会社をですね、河野太郎さんの弟さんが経営してるんですよ。でね、株主はですね、なんとお父さん。なんなら河野太郎さんも株主になっている。そんな会社で、要するに、河野一族は中国マネーで生きながらえている一族であると。で、こんな男が総理大臣になってしまったら、今世界はですね、歩調を合わせて中国を共産党を封じ込めようとしています。はい。ね、中国共産党の覇権主義やばいでしょ？人権弾圧尋常じゃないでしょ。ウイグルの方とかチベットの方とかモンゴルの方の状況を見ました。もうナチスドイツもびっくりのですね、ことを中国共産党をやっているから、世界で歩調を合わせて中国共産党を崩壊させようとね、この中国共産党を抑え込んでいこうとしている時期にですね、こんな中国マネーで生きながらえているようなやつが日本の総理大臣になってしまったらですね、なんなら中国の味方になってと見なされてしまうんじゃないのかしらという、この日本人の中をこの不安が駆け巡ったわけですよね。で、この情報ですね、がこの総裁選でわーっと一気に盛り上がってきて取り上げられてしまって、で、こういう男を総理にするなって僕たちネトウヨはね、騒いだわけですよ。でもこれ当然のことだと思うんだよね。当たり前じゃん、これ。逆に騒がなかったらおかしいわと、でね、この騒ぎのせいでですね、なんか高橋さんの評判が落ちですね、で、なんかこう高橋さんが総裁になれなかったんだみたいなね、むちゃくちゃなことをこいつは書いたんですよ。で、その中でですね、一番騒いだネトウヨはこいつだみたいな形でですね、カイラギさんの名前を取り上げやがったんですよ、これ。俺びっくりした。俺昨日の動画でもこれびっくりして、こんなバカは無視しろっつったんだけども、さすがにね、これはね、もう多くの方が無視できんとなったみたいでですね、昨日大騒ぎになったんですよね、これね。でね、この男の文章、本当にね、このね、古谷くんね、文章下手くそなんだよ。もう読んでてね、何にも頭に残らない。本当に。結局お前は何が言いたいんだと。ネトウヨの悪口言いたいだけじゃないかみたいな感じで、ここだけでこう読もうか、カイラギさんのとこ取り上げた部分。で、私の調べでは、この古谷くんの調べね、私の調べでは、この日本端子に関するですね、問題を最初に伝播したのは、ツイッターで約 8.5 万人のフォロワーを有する、ネット保守界隈では有名な、カイラギ氏によるツイートであり、
その日付は2021年9月の20日、はい、であると。で、同紙によればですね、これ、刈谷さんのツイートですね、日本端子の企業情報、河野家で会長、社長、取締役を抑えて、株主にですね、河野太郎自身も入っていると。売り上げも安定しているし、得意先の中国と仲良くないと、河野家もですね、自分もですね、困るってことかと。これじゃあ中国様に対して強く出るわけにはいかないし、あそこに参拝を中国様に遠慮するわけだと。総裁になったら誰のために働くか想像がつくよなというですね、これはもう多くの日本人がですね、感じている不安をそのまま言葉にしてくれただけなんですよね。うん。で、このツイートがですね、またバズってですね、結構ね、いいねが1万以上ついたりとかしたらしいんですよね。で、このツイートのせいでですね、ネット界隈が大騒ぎになってですね、そして高市さんの総裁選をですね、邪魔したんだっていうのをですね、このモップ野郎は言ってるわけですよ。ね。これね、完全にこれ嘘なんですよ。先にね、このツイートが何が間違えてるかっていうのを言いますね。これね、単純にですね、この主張云々が間違えてるじゃなくて、これね、全部嘘なんですよ。ね、この情報をですね、一番最初に伝播したのはですね、カイラギさんではございません。違います。違います。なんならね、俺に言ってこいよと。俺ね、カイラギさんよりも1日前に動画出します。で、僕ね、この流れを言うとですね、まずね、このね、中国問題、河野くんの中国問題に関しては、もうね、数年前からね、騒いでた方いらっしゃるんですよ。いらっしゃる。僕も調べて分かったことだけど。ね、いらっしゃるんですよ。河野家はやばいんだってばっていうことをずっと言っていたんですよ。でもね、中国に対してね、厳しい物言いをたまにしたこともあってですね、この問題表に出てこなかったんだけれども、いざ今回総裁選が始まってですね、で、もうすぐにね、この情報出てきていて、で、僕がね、この総裁選の流れの中で気がついたのは、僕ね、9月の17日にですね、これをですね、そんなにフォロワーがいないけれども、しっかりしたことを書く方がですね、結構書いていたんですよ。で、これ見てですね、僕ね、うわ、やべ、これ大騒ぎになるぞ、これ、っていうふうに、持って、で、マスコミが絶対にこんなん書かないわけないから、どう報道するか見ようと思って見てたんですけど、それから2日近く経ってもですね、マスコミ一切報道しなかったんです。この大事件をね、一切報道しなかったんですよ、あいつら。うん。だからですね、じゃあ俺書くということでですね、僕がですね、動画を作りました。で、その動画がですね、ね、カイラギさんは9月の20日にね、これツイートしてるんだよ。僕の動画は9月の19日に出します。僕の動画は9月の19日に出します。で、同じね、この9月の19日にですね、同じような大手のインフルエンサーの方々がですね、一気にこの問題ね、騒ぎ始めたんですよ。で、その後にカイラギさんはツイートをしてるんです。わかるかな？わかるかな？ちなみに僕の動画っていうのはですね、いいねがですね、1万8000件ついておりまして、で、動画もね、15万回近く回っています。かなりですね、伸びた動画になりました。うん。こんな感じでですね、カイラギさんがですね、大騒ぎをね、こうやってこの問題取り上げる前にですね、いろんな方のインフルエンサーがですね、これ気づいてるんですよ。じゃあ、カイラギさんはどうしてこの問題取り上げるとかに遅れたかっていうのはですね、ね、カイラギさんのことをずっと見てた方だったらわかります。カイラギさんはね、これ、相手のことを貶めるよりもですね、高市さんの主張を伝えればいいと。高市さんの政策を伝えればいいと。高市さんのね、喋ってるところを伝えればですね、もうそれだけでそれを聞いた方は高市さんのファンになってくれるはずだっていう考え方に基づいて、高市さんの素晴らしさを伝えることに注力をしていたのが、カイラギさんなんです。また間違えたな、俺、カイラギってな。カイラギさんなんですよ。これ見てた方はわかるでしょ？めちゃめちゃバズった動画覚えてますか？高市さんの政策をですね、2分くらいにうまーくまとめてくれた動画をですね、カイランギさん作ってくれたんですよ。ね、これね、カイランギさんがね、草案を作って、で、カイランギさんのですね、フォロワーさんがですね、一生懸命この動画を作ってくれたらしいんだけれども、この動画覚えてません？みんな見たんじゃないの？これね、高市さんの政策っていうのはこういう政策なんですよっていうのをですね、こう音楽も交えてですね、きっちり作り込んでくれた動画がありまして、これをね、ツイッターでカイランギさん流してくれたんですよ。ね、こんな感じでですね、カイラギさんはね、もういちいち相手のことを貶める必要なくですね、高市さんのことを一生懸命伝えていれば、もう高市さんの実力はもう間違いないじゃん。ね、間違いないんだから、まあ相手のことなんか貶めなくてもですね、高市さんのことを伝えていれば大丈夫っていうスタンスでね、カイラギさんはずっとやってこられてたんですよ。これ見てる方だったらわかるよね。じゃあ、カイラギさんはなぜこの河野さんの中国問題を伝えたのかっていう話。うん、これさっき言った通りなんですよ。日本の総理にある意味この時点では最も近かったんですよ、河野さん。日本の総理に最も近い男が、実は中国とべったりだっていう情報が出てきてしまったんですよ。これ取り上げないわけにいかないじゃないですか。危険だっていうことを伝えないわけにはいかないじゃないですか。もう高市さんがどうのとか、岸田さんがどうのとかですね、野田さんがどうのっていう話じゃないんですよ。気づけ日本人。この男の一族は中国マネーで生きている一族だと。こんな男が総理になったら中国に対してはっきり物が言えるかどうか疑わしいことに気づけということで、このツイートをしてくれたんですよ。もうめちゃくちゃ真っ当なことじゃないですか。ね。これがですね、今回の真実の流れだと僕は思っています。ね。で、これをですね、また曲解したですね、この、モップのバコの、このモップ野郎のバカがですね、このおかしな文章で、このですね、この中国問題でですね、河野さんを大騒ぎしてですね、そして高橋さんの評判を落とした、諸悪の根源は、カイラギだっていうような形で、この文章を取り上げたんですよ。
ね、でこれでですね、快楽さんがふざけるなという話になって、今回の話に発展していったということでございます。うん、でですね、このですね、この文章ね、この後で読んでいくんだけれどもね、この古谷のことはですね、結構知ってる方多いんじゃないのかな。結構地上波にもゴリゴリに出ていますし、ネット番組にも結構ゴリゴリに出ていてですね、そしてまあホリエモンとかですね、ひろゆきとかに、いつもね、叩き潰されてですね、恥をかくっていうような流れを見ていて、これが面白いなと思いながら僕は見ているから、この男のことは知ってるんだけど、この動画を見て方、この快楽さんのこと知ってます？俺知らない方多いんじゃないのか、実はね。多いんじゃないのかなと思う。僕の動画見てる方だったら多いから知ってるか、みんな。でもね、知らない方向けにですね、この快楽さんということは改めてですね、ちょっとお知らせさせていただくと、僕がですね、この快楽さんのことを知ったのはですね、多分約1年くらい前です。あの時ね、まだね、フォロワーがね、1万人下手したらいなかったんじゃない？いたかな？どうなんだろう？そのくらいですよ。多くても2万人はいなかったと思います。その時にね、僕この方を知って、なんで知ったかというとね、僕よりも先にですね、この快楽さんのことを取り上げた、YouTuber がいらっしゃるんですよ。これね、快金君主導チャンネルのパイセンなんですよ。僕、パイセンのファンでしょ？で、パイセンの動画を見ていてですね、この快楽っていう人がね、つってね、そうだ、ね、僕がですね、ずっと名前をね、1年間間違い続けた快楽という名前。これね、最初にね、言ったのね、多分ね、俺、パイセンじゃないかなと思うんだよ。パイセン、なんだっけ、喧嘩売ってるわけじゃないよ。わかんないじゃない。パイセンがね、快楽さんって言ってた記憶があるんだよね。だからそれを信じ込んで、私1年間でですね、大好きと言ってたこの快楽さんのことをですね、快楽さんと言い続けてですね、もう偉い恥をかいて、最近それの間違いに気がついてですね、もうちょっとおしっこちびりそうなくらい恥ずかしくなったっていう、そういうことがあったんだけど、この快楽さんね、パイセンがね、取り上げてたんですよ。で、僕もね、その時に見てですね、なんかすごいこの人と思って、めっちゃちゃんとしてるとか思ってですね、こう見ていったわけですよね。その時に気がついてですね、で、それ以降僕ちょっとファンになってしまったっていうのがあって、で、途中でね、僕ね、この快楽さんのことを取り上げてね、俺感動して泣いちゃってることがね、一回あったんですよ。あのね、アメリカ大統領選挙が終わってね、このコロナの問題で大変な時期になったことがあって、で、旅館とかね、ホテルがですね、特に老舗のホテルとか老舗の旅館がですね、このコロナのせいでですね、倒産の危機に瀕しているっていうニュースがわーっと流れた時期あったじゃないですか。ね、あの時ね、快楽さんはですね、フォロワーが4万人を超えていて5万人近くなってきたんですよね、確かね。で、その時にですね、このね、わずかながらもね、この増えたね、このフォロワーをですね、何かこう日本のためにですね、こう活かせんかな、なんか使えんかなと考えて快楽さんはですね、フォロワーの我々にこういう風なこう問いかけをしてくれたんですよね。皆さんが今まで泊まった旅館とかホテルの中で、ここは素晴らしいなというホテルとか旅館とか老舗のお店ありませんかと、その情報を渡しにくださいと。で、私がですね、このね、4万人、5万人、まだまだ力及ばずですけれども、しかし彼らをですね、応援したいということでですね、このね、危機に瀕している旅館のですね、情報をですね、ツイッターで流し始めたんですよ。で、この中身が見事だったね。俺、もともと広告慣れてんだから、そういう仕事やってたから分かるんだけれども、快楽さん、これ一人でやったのかと思って、俺、これ感動しちゃってね、めっちゃ大変だったはずなんだよ。4万人、5万人のフォロワーを持ってる、ツイッター、インフルエンサーに、広告してもらうってことはね、何十万円分のですね、広告費を払ってもおかしくないようなお話なんだよ。それをね、快楽さんはタダでやったんです。ね、しかもね、多分ね、これね、多分ね、いろんなホテルとかですね、いろんなフォロワーがわーって押し寄せたはずなんですよ。ね、もういっぱいわーって、でも、さばくだけでもね、10人くらいの人間は必要なお仕事なんですよ。で、その中で、よし、ここを取り上げようとなったらですね、もう、その、ちゃんとね、そこのホテルがいい感じに映るような写真を用意したりであるとか、あと、このホテルのですね、周辺情報までちゃんと快楽さん用意してたんですよ。だから、もう見事な広告だったんですよ。でね、俺、広告代理店やってるんですよ。俺がもしこれやるとしたらですね、とんでもねえ労力かかるんだよ。で、快楽さんもね、とんでもねえ労力をかけてですね、しかも無償で、0円で、1円にもならないのに、でも日本のですね、日本の古い伝統を持ってる文化でも、旅館でも日本の文化そのものですから、これを守りたいということですね、快楽さんはその見事なね、活動をやられたんですよ。俺ね、その労力がね、俺同じような仕事やってたから、俺その労力わかるから、俺感動して泣いちゃったんだよ、俺とかだからね、確かね、もうこういう人こそがもっと応援されるべきなんだよとか言ってですね、僕泣いちゃったんだよ、確かね。そのくらいですね、見事な活動されてるんだよ。もうしかもね、これもう文章読んでもらえば、一文一文が見事でですね、もうそういうね、文章が見事だということと、その活動が見事だということ、なんかもうあり方が見事でね、それがね、常に僕たちの心を打ち続けたんだよ、この人。心を打ったんだよ、本当に。そうだったよね、みんなね。そうだよね。うん。で、っていうような方がね、この快楽さんなんですよね。ちなみにこの写真はですね、ニコネーがですね、フォトショップでですね、ニコネーってご存知だよね。もう一人のですね、ネトユのママみたいな方ですよ。ニコネーがですね、快楽さんに惚れ込んでですね、得意のフォトショップでですね、こう作ったの。これね、快楽さん本人なんですよ。で、多分ね、この刀もですね、快楽さんの持ってらっしゃる、ね、刀なんですよ。別に刀持ってるからって危ない人じゃないよ。違うよ。ちゃんと何だろう、許可をもらってですね、持っていると。この方確か武道をやってるんですよ。で、武道をやっていて、で、日本刀もね、日本刀の美しさに惚れ込んで、日本刀もね、所持しておられてですね、まさにこう、日本人中の日本人みたいな方なんだよね。で、これすごいかっこいいな、これ、この本人だぜ、ね。うん。で、俺、何を言いたかったんだっけ。うん。
あ、そう。でね、これね、で、その僕たちの心を打ったからこそですね、このね、別に YouTube やってるわけでもないし、何でもないんですよ。ただ文章を打ってるだけなんですよね。最近可愛い女の子の写真を載っけてる方がですね、このフォロワー伸びるというけど、こんな武骨なですね、肩持った危ねえおっさんの写真をですね、金木さん載っけてですね、それでもフォロワーが8万5千人いると。ね。でもそれはもう一個一個のね、ツイッターが僕らの心を打つからなんですよね。で、この心を打たれた方がもう一人いらっしゃるよ。はい、これ見て。有本香織姉さんだぜ。有本香織姉さんですらですね、この快楽さんには一目置いているんですよね。見て、この有本香織姉さんとですね、帰り先のやりとりがですね、これ9月のね、昨日、おととい、9月の28、29にかけてあったんですよ。わしね、もうこれ、もう嬉しくてね、私嬉しくてね、俺もこれリツイートしちゃったんだけどね、嬉しくてね。ね、こんな感じで、あの有本香織姉さんね、あの星の女神ね、あの有本香織姉さんですらですね、別にこの二人お友達じゃなかったんですよ。ただね、帰り先さんのね、一個一個の主張が見事すぎてですね、あの有本香織姉さんですら一目を置いてしまうと、無視ができないという存在がですね、この海良木さんという方なんです。ね。これがですね、ネトヨとかですね、古谷が叩いたですね、方の正体なんですよ。すごい方でしょ、うん、で、こんな方にですね、このバカをね、噛みついた、暴行にされたという話なんだよね。で、一体どんなね、主張がね、この中で、やりとりがあったのかというところなんだけど、読んでいこうか。まずですね、この文章さっき言った通りですね、この海良木という男がですね、この中国に関してのですね、なんかある意味誤解とも言えるようなお話をですね、ネトヨ会話にわーっと広げやがって、そのせいでですね、高橋さんは迷惑を被ったんだというですね、とんでもね、無茶苦茶な記事を書いたんですよね。で、事実はそうじゃないんだよね。海良木さんはどちらかというと遅く広げたんだよね。で、他にもですね、多分ね、広げた YouTuber というとですね、多分ね、僕も広げたんだけれども、それよりもでかく広げたのは多分ね、篠原丈一郎さんがかなり詳細に流していたのと、あとね、ツイッターの中ではですね、詳細さで言うとですね、メイさん、今ですね、ちょっと凍結されちゃってますけど、メイさん、可愛い女の子だね、うん。メイさんがですね、ものすげえ詳細な情報をですね、広げていったの皆さん覚えてます？俺覚えてるよ。時間がなくて全部見れなかったんだけど、ものすげえ詳細な、株主の構成からですね、売上の構成からですね、付き合ってる企業がですね、2兆円のね、超でっかい企業で、こんなの普通に付き合い入るしかないと、何かおかしい。そして株主比率もちょっとおかしいとかですね。もう、まあ、専門的な視点からですね、もう取り上げまくったのがメイさんですよ。まあ、そっちの方がね、取り上げていたんだけどね。でも、それは無視してですね、いろんなところにね、名前が有名な、わざわざこの海良木さんをですね、取り上げたっていうね、話なんだよ。で、これにですね、海良木さん気がついてですね、これね、古谷君と、日本大使の情報をツイートしたのは私が最初ではありませんよ。本当そうなん、全然違うんですよね。私はネット保守が嫌いで、貶めたいのはわかるけれども、デマを批判している立場の君が平気な顔をしてデマを流すんじゃないと、うん、記事内にですね、事実誤認の訂正と謝罪を求めますと。それは当たり前ですよね。だって嘘を書かれてるんだから、訂正するのは当たり前ですと、謝罪をするのも当たり前ですというようなことをね、書いたわけですよ。したらね、これね、無謀にもですね、不良なアホがですね、これ噛みついてきたんですよ。お答えしましょう、なんだこの上から目線、お答えしましょう、お前バカのくせに上バカほどね、生きがるんだね、うん、ですね、記事をちゃんと読んでくださいと。読んどるわと、日本端子に関する問題を最初に伝播したのはとありますねと、伝播したとありますねと、で、あなたがですね、最初にツイートしたのではなくですね、伝播と書いたんですよ、私はと。いやー、もう、小学校中学年の言い訳、えーって言葉のね、なんか揚げ足を取りに来てんだけど、これ揚げ足にもならなかったんだけどね、伝播とありますよと。あの時期に影響力のある保守系インフルエンサーで伝播させたのは海良木さん、あなたですと。そしてね、これはね、褒めてるんだよ、海良木さんっていうですね、これね、まともに真正面からぶつかったらですね、海良木さんに粉々に打ち砕かれるからね、これ、ね、私はあなたの立場ですよ、褒めてるんですよ、どっちかっていうと、味方なんですよっていうですね、これね、テレビの中ではこいつはこうやって生きていってるんですよね、強い意見を言ってるようによってですね、議論して相手にですね、テレビ番組が終わったらですね、いやーありがとう、いい議論ができましたとか言ってですね、なんかね、ご機嫌を取りに伺いに行ってるんですよ、こいつは。こうやってですね、細々と生きているのがこのモップという男なんですね、うん。でですね、これを受けてですね、海良木さんがですね、その認識も残念ながら事実ではございませんと。そう、お前、その認識まで間違ってるなと。私よりはるかに影響力のあるインフルエンサーが最初に伝播していましたよと。これ誰のことを言ってるのか、海良木さんが誰のことを言ってるのかちょっとわかりません。はい。で、ネット保守をですね、侮辱するような記事をに取り上げておきながら褒めているなどと、奇弁を弄するのはやめていただきたいね。これはね、海良木さんの言う通りなんですよ。僕さっき言った通り、これがですね、一気にネットでね、ブワーッと爆発したのは、9月の19日です。9月の19日にこの情報が一気に爆発しました。うん。で、海良木さんがツイートしているのはその翌日の20日でございます。だから、この電波をしたと、有力なインフルエンサーが電波をした、その有力なインフルエンサーは海良木あなただといったこの古谷の主張は間違ってるんです。崩れたところじゃないですよ。間違ってるんです。
はい。でですね、このね、この海暦さんのですね、最もの反論を受けて、はい、何を言ったのか、古谷君、海暦さんは十分に保守界隈に影響力を持つ立派なインフルエンサーですよ、と、あなたが最初に電波をさせたのは間違いないです。もっとご自分に自信を持ってください。繰り返しますが、これは褒めてるんですよ。はい、気持ち悪い。めちゃめちゃ気持ち悪いよね。わかる？もう一文一文がクソなんだよ、こいつ。本当に。自分が主張したことをですね、に相手が反論してきているんであればですね、もっと主張し返せばいいのにですね、これね、斜めに来てるの。これね、そんなんじゃないんですよ、そんなんじゃないんですよって、もう、気持ち悪い！これは気持ち悪いな、これね。これ、わかる？これ、褒めてるんだよ。これ、まずはね、褒めに来るの。海暦さんはそんなことないよ。自分よりも大きなインフルエンサーの方かって書いてあるけど、あなたは自分に影響力を持つ立派なインフルエンサーですよ。もうね、この自分でムカつくんだよ。なんだこいつと。なんだこいつと思うよね。うん、そして、あなたが最初に電波させたのは間違いないです。なぜかというと、あなたは立派なインフルエンサーだからですって言ってきてるんだよ。これね、もう何回も言うけど、もうその、カリカさんがか、ね、出す1日前にですね、おっきなインフルエンサーの方々がもう騒いでます、先に。ね。気持ち悪いだろ？そう、これ、この一文がですね、もうガチ切れ、もう血管切れそうになりましたけど、うん、もっとご自分に自信を持ってください。何を言っとるんだと。そういう話じゃないだろうと。なんだこれはと。論点ずらしとかがこの後出てくるんだけど、論点ずらしとかもう論点が全然違うもんになっちゃってるんですよ。ね。もうね、真正面からぶつかったら粉々になるのが分かってるから、一生懸命なだめようとしてるんだよ。もうこの時点で、カイラギさんは呆れたんです。ね、わかる？俺、カイラギさんの心がちょっとだけね、すべてなんかわかる。この時点で、もうね、見てる僕らも呆れたし、カイラギさんなんかもう、なんだこいつっていうことでため息ついてるのがもう伝わってくるようですわ。うん。でですね、これですね、これ行きました。カイラギさんどう答えたのか。褒めなくていいんです。結果は結果として受け止めていますからと。うん。ただ、一部にデマを流した、誹謗中傷がした人がいたとしてもですね、高市候補の結果に因果関係があったのかどうか確認させる証拠はないでしょと。そう。あなたの言ってることはめちゃくちゃ適当なことを言ってるんだよと。この文章全体に触れてるわけですな。で、私を含めですね、ネット保守を一括りにして高市氏の障害になったかのような憶測記事はいかがなものかと思いますよ。もうこの時点で呆れてるんだけど、もう、ね、しょうがないから、もうじゃあ、ね、もう子供をあやすかのような文章にこう切り替わっていくわけですよ。カイラギさんも、もうこの時点でね、カイラギさんは本当に呆れちゃったんだよ。うん、でですね、これを受けた古谷氏、逆に高市氏のネットでの応援が国会議員票を動かした検討したとするですね、因果関係もありませんと、これ何を言ってるんだと、そんな話をしたくて話してないのに、何言ってんのという話なんだね。これは論評ですので、カイラギさんが違うとお感じになられたのであればですね、ぜひそういう記事をお書きになってくださいと。同じ日本人同士、国を愛する保守として頑張りましょう。なんだこれ、なんだこれ、なんだこれ、何の文章なのこれ。もう論点ずらしてこの後出てくるんだけど、論点全然違っちゃってんだよね。しかもなんか僕たち仲間なんだからってですね、なんだろうな、小学校の頃こういういじめられっ子いませんでした？こういういじめられっ子ね、うん、自分がこれ以上いじめられないためにですね、仲間のふりをしてくるっていうやついませんでした？卑怯な、なんだろう、スネ夫みたいなやつ、スネ夫みたいなやつ。うん、僕、スネ夫なんだよ、こいつ。スネ夫よりも卑屈だけどね。うん、そういうこと言ってきたわけ。気持ち悪いでしょ、これ。俺、ガチで気持ち悪いと思う、この文章。しかもね、別にね、カイラギさんってさ、言論人じゃないんだよ。カイラギさんは本職全然違う方なのよ。ね。でもですね、この、ツイートを使ってですね、自分の思うことをツイートしてるだけの一般人なんですよ。ね。なのに記事を書いて、さあ戦おうとか反論してくださいよとかですね、こいつ本当何言ってんのと。本当ね、もう反論の仕方がようわからんくらいですね、何言ってんのということになったんですよ。で、これを受けたカイラギさん、これが最後のツイートなのかな、最後だね。はい。もちろんですね、ネットが議員票を動かした因果関係もございません。そう、ありませんよね。でもね、そんな話をしてるわけじゃないよねと。それは論点ずらしだよねと。私は記事で飯を食える人間でもないですし、ただの一般人でございますと。うん、同じ日本人で保守であるならば、高市候補を泡沫扱いして、河野氏の圧勝ですね、絶対的な規定路線と印象操作を行っていたですね、テレビはずっとそういうことやってましたからね、このオールドメディアにですね、警鐘を鳴らしてくれと、お前はそのテレビに出てるんだろうと、もうええわめんどくせえということでしてね、この話は終わったという形でですね、古谷君うまく逃げ切ったとか思ってるのかな、取り上げちゃったけどね、僕ね。これでもうニコねえとかもう完全に怒っちゃってね、これね、完全に論点ずらしだねと。一般人のアカウントにぜひそういう記事をお書きになってくださいとはもう恐れ入りま、本当に恐れ入ったよ。もう、ね、俺唖然としてるよね、みんなね。これなんて言い返しか分かんない、いいか分かんないぐらいの唖然具合だよね、これね。恐れ入ったと。いつも思うんだが、言論で食べてる人間と一般人の区別もつかないのかと。綺麗な言葉を使っているが旗色が悪くなって、そう、まあもう一撃衝撃で旗色悪くなってるからね。ね、うん、お答えしましょうとか言って、あのツイートの時点でですね、もう旗色悪くなったんだよ。うん、じゃ
あそういう記事書いてみるよと。完全に開き直ってますねと。うん、パピコさん、うん、この男はですね、きっとこのモップはですね、きっとね、カイランキ様の人気を僻んでいるんです。あ、多分そうだと思いますよ。うん、ね、もう一般人の人気にあやかって飯を食おうとしてるのが、まあ、この男なんだよね。ね。はい。というのがこの一連の流れでございます。あのね、もう何回も冒頭に言ったけれども、テレビに出ているコメンテーターってこのレベルなんです。ね。一般人にですね、言いまかされるどころか、まともに恐ろしくて戦うことすらできず、ね。言い訳をして、褒めて、僕たち仲間じゃないかって、ちげえわ、バカ野郎、お前このモップ野郎。仲間じゃないかって、アホみたいなことを言ってですね、これからも日本のために頑張りましょうって言ってですね、逃げていくと。結果、一般人、呆れまくり。うん、これがですね、テレビのね、コメンテーターの正体ですから、ね、あの、自民党の党員の方々は、まあ、見てない方の方が圧倒的に多いとは思うけれどもね、あの、自民党の党員のですね、あの、おじいちゃんおばあちゃん、頼む、気づけ、これがテレビのコメンテーターの実力でございますよ、ということで、熊さんの動画終わりたいと思います。バイバイ。